皆さんこんにちは。埼玉県富士見野市のベストインテリアです。今回は納品前のプレーンシェード幕のメカへのセッティングを店内で作業しています。ローマンシェードは約200年前からヨーロッパで日よけ目隠しとして使用されていました。ローマンシェードのスタイルは大きく分けて6種類ほどのスタイルに分けることができます。その中で最も多く使われるのはスクリーンを下げた時にフラットな状態になるこのプレーンシェードです。シンプルなスタイルがこの最大の特徴で、小窓からまた結構大きな窓まで対応することができます。プレーンシェードを単体で取り扱うことはもとより、カーテンとの調和あるいはブラインド、プルイツスクリーンとも併用することがよくあります。コーディネートの展開が楽しめるローマンシェードですね。埼玉県富士見野市のベストインテリアでした。